日の影温泉駅は宮崎県西臼杵郡日の影町大和七折にあった高千穂鉄道高千穂線の駅である。2005年の台風14号被害により運転を休止し2008年12月28日に廃止された。現在は第3セクターの運営する温泉施設として営業している。かつてのプラットホームには高千穂鉄道から譲渡された車両が置かれ、 改修の上で2010年に宿泊施設 TR 列車の宿としてをオープンした。部屋名には町内に存在した駅名が採用されている。温泉施設としての日の陰温泉駅は1994年5月に着工し、1995年1月12日に開業した。面積1027平方メートル、総工費3億9400万円であった。 鉄道駅としての日の影温泉駅は1939年に日の影線の終着駅として開業。1972年に高千穂まで延伸され、1989年に高千穂鉄道へ転換されたが、2005年の台風被害により休止され、2008年に廃止された。島式ホーム一面二線で列車交換が可能となっていた。 1>, 1日平均乗車人員は183人であった、駅は五ヶ瀬川沿いにあり、周辺は日の影町役場が所在する日の影町における中心地である。高台を国道218号が通る。駅前の道路は旧国道218号であり、宮崎交通のバス路線が駅前に停留所を設けている。日の影駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。